菜ですからね。来てもらわないと困りますよ。チョコケーキのレシピで。18センチの方でいきます。こんな感じでいいんだ。じゃあとりあえず卵3つですね。見てほら、ちょっとなんかこの今回のこの白ちょっとスタイリッシュだよね。だってほら茶色いのがこんな感じだよ。そう考えたらめっちゃスタイリッシュじゃない。りなちゃん色違い、どういうこと、何が、あプレゼント買ってりなちゃん、マジやった、ゆうちゃんと色違い増えた。そうなんかね、前もいおりのファンの人がなんかりなと色違いで来てみたいな感じで送ってくれたみたいで、そう、ゆうちゃんと色違う服ある、嬉しい、ありがとな。よいしょ。そう、色違い結構ねくれるんですよ、プレゼントで。ありがたい。まずは卵白3つ分を泡立てます。やばいっす、これはやばい、これじゃ卵白切れないですね。どうしましょう。こんだけ切れれば十分だ。どうせも後で卵黄も入れますから。今回はチョコのスポンジケーキ作ろうと思ってます。ゆうちゃんがチョコケーキがいいって言ってたので、タルトかケーキどっちがいいって言ったらどっちも好きっていう。毎回タルトタルトになっちゃうから、みんなせっかくなんじゃん、今回ちょっとスポンジ頑張ってみようと思って。でこの後グラニュー糖120入れます。やばい、今回も120使います。こんなに誰かを好きになったこと今までなかった、そんな気がするんだ、自分を傷つくことより自分を傷つけたくないって思い込んでしまった。最新のバスを待ってる間そのタイミングは何度あっただろう、本当も感じないくらい僕たちは向き合ってたのに、もしもなんて何の意味もない。これさ、早口言葉すぎて歌うの難しいんだよね。これは桜坂さんの桜坂っていう歌の、はい、帰ります。Thank you.
ゃん、ここからグラニュー糖入れます。新曲歌って明日聴けるでしょ、我慢しなさい。120、本当はこの液に入れるもんじゃないんですけど、もうなんかあ、やべ、入れすぎた、入れすぎた、めっちゃ甘いスポンジになるぞ、ポジティブ。よいしょ、 10g ぐらい入れました。まあまあ、なんとかなるしよ。
晴らしい。ではこれにさっきの余ってる卵黄を混ぜ合わせます。イン。これは全体的になるって OK って書いてます。多分薄力粉だと思います。薄力粉を入れます。薄力粉が 80g です。やばい、癖で音楽かけそうになっちゃう、料理しながら。危ない危ない、かけちゃダメだ、かけちゃダメだ。あら、爪が。今日さ、ネイル変えようと思ったらなんかなんだかんだ時間がさ、気づいたら過ぎちゃってたよね。そういうことってあるよね。気づいたなんだかんださ、時間って過ぎてるもんだよ。さあ、気を取り直して薄力粉入れます。薄力と強力粉何が違うの？結構違う、強力粉は多分違うよ。薄力小麦粉とかは割と一緒だけど、なんだっけ、強力粉ってなんだっけ。私強力粉でも使ったことないんだよ、実は。パンとか作るときに使うよね。じゃあふるいにかけながら入れていきますよ。ふるいよカモン。よいしょ。ちょっと長めのスカート履いてますから。なんだろうね、腰を出したいってそれに使うのかな。粘り気を出したいときか。だから練ったりとかそういうのしたいときに使うのかな。私ケーキさ、チョコケーキを作るっていうのと中のガナッシュクリームを作るっていうのを決めてるもん。ただそっからマジでどうしようとかなんだよね、本当に。それ以外何にも考えてない。なんとなく浮かんだんだけど、こんなのにしようかなみたいな。でもなんか納得いかないんだよね。なんか違うんだよね。どうしようかな。スポンジケーキはね、ほんとね、イチゴがね、もう神みたいな感じじゃん。いちご乗せときゃなんとかなるみたいなスポンジケーキだから。逆にタルトは何でも果物だって合うからいいんだけどさ。で、薄力粉振ったので混ぜます。これはメレンゲを潰さないようにさっくりと混ぜていきます。ただ私はこのさっくり混ぜるのが苦手で、いつも粉をめちゃめちゃまき散らします。あ、またまき散らしちゃいました。サプライズおはぎにすればよかった。おはぎも作っときゃよかった。ドッキリで。
混ぜた。で、続きまして次なんだっけ、バターと牛乳をボウルに入れて温める。ほうほうほう、バターと牛乳ね、50と30ですね。牛乳50と30、バター30、まあちょっとマーガリンで代用させていただきます。5g、 うわもう一個の開けたくない、今回は柔らかい。うわあと 3g、 3g これでまかないたい。でこれあと 1g とか足りないパターンだ。1ぐらいならいいんだけど、開けたくない、もう一個の方ちょっとめんどくさい。頑張れ。足りなかった。あと 2g 足りず。買っといてよかった。オリーブオイルこの前買ってなくなっちゃったんだよね。買わなきゃ。まあ、ゆりちゃんのためには仕方ないか。意外とさ、思ったよりいかないんだよね、数値まで。よし、ぴったり。その間に、その間にじゃないわ、レンジで1分間温めます。これさ、まさか箱に今まで入ってたのにさ、袋になってると思わなくてさ、めっちゃ焦ったよね。え？みたいな、どこにあるの？皆様、それ本当に
変なことになりますからね。マジでこれはリアルに。70度ですね。70度に熱して、でここはふるいます。このね、ココアもいつもボフってやっちゃうんですよ。ココアボフってやった時の方がダメージが大きいんだよね。なんでかというとすごく汚れるからです。多分今回もみんなとこうやってみんなに見せてるけど、多分焼き上がりはね配信外なんですよね。 3,40 分焼かなきゃいけないから。最初にケーキ作ったメンバー私誰なんだろう。そう考えると私思い出せないな。誰に作ったんだ。あち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 、やばいやばいやばい、手死んだ手死んだ、あち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 、あち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 、やばい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 、なんだこれ、熱いな。誰なんだろう、本当に。心配になってきたな。このトロトロぐらい。押してます。
マジで誰なんだろう、最初に投げた人って。私ニコニコのさ夏祭りがなかったじゃないですか。あれやりたかったな。まあ仕方ないんですけどさ、仕方ないんですけどさって何語なんだろうね。あれやりたかったな。でもあれ毎年好きだったんだよね。本当に今回この夏何回か言ったけど、やりたかったな。ちょっと遅れたとかできないかな。でも多分9月はリリースがあったりで忙しいから無理だろうな。32分で行こうかな。35、本当は3、40分なんだけど、はい、こんな感じで、次はあれしようかな、ガナッシュを作ろうかな。生チョコのクリームみたいな感じ。生クリームのチョコクリームじゃなくて生チョコ作ろうかな。そう、それを上に絞ったりとかしても美味しいというか、いい感じになりそうな気がしてる。中に挟むのもそのガナッシュクリームにしようと思ってたから。湯煎じゃないわ。生クリームを温めるので。危ない危ない。
対生クリーム1が大体いい割合。このぐらい作ろうかな。あれはしたいな。ニコ生夏祭、ニコニコ夏祭りじゃなくてニコニコハロウィンパーティーとかしたいね。自分の思い思いの仮装をしますみたいな。よくない？ハロウィンパーティー。提案してみようかな。その衣装は何だろう。あえてめっちゃ可愛いメイドとかでいこうかな。絶対5期生に笑われるのはもう見えてるけど。ちょっとぐらいまで間に合いたいな。OK、100入れました。スポンジが失敗してないかどうかめっちゃ心配。私はそれが一番心配かも今。全然混ぜる意味ないけどちょっと混ぜてみる。何ケーキが得意？やっぱタルト系が得意かな。この前のチーズタルトは美味しかったよ。上のクリームしか飲んでないけど。生クリーム温まりました。チョコ溶かします。
私スポンジケーキ超苦手なんだよね。綺麗になんかラッペができないから、周りにクリーム塗る作業あれができないから、あんまりスポンジケーキ得意じゃない。タルトはさ、それがないじゃないですか、絞るだけじゃん、クリームの上に。だから意外としやすいかな、苦手意識がない。周りにね、塗る作業さえなければ割とね、普通のケーキも、ね、嫌じゃないんだけど。タルト生地？タルト生地は作ってるよ、いつも。毎回タルトの時はあれ作ったやつですよ。ちょっと溶けきらなかったな、湯煎しようかな。湯煎めんどくわよ。仕方ない、湯煎するしかない。せっかくこれお湯捨てたのに。じゃあその湯煎の火が温まる間に流し込むやつを用意して、バットっていうの。どうしようかな、あっちの方かな。線入ります。あるよ、苦手なの。マカロンは絶対成功しないし、マカロンマジで成功しないんだよね、ほんと不思議なぐらい苦手なんだよね。よし、OK、湯煎 OK で、こっからが大問題なんだよ。この上にあるあれを取らなきゃいけない。タッパーにこれサランラップをここを引きます。
聞いたら、もうね、流し込むと。くようにかぶせます。蓋じゃないんですよ、実は。蓋じゃなくてラップでぴったりと。これ固まってくれないとね、意外とね次の作業できないんですよ。次はもうねスポンジが焼けたら冷まして中切るだけですからね。中にこのクリーム入れるだけです。本当はすぐこういうの入れちゃダメだから、ね、中に。ただ私は結構冷めてるので入れるだけです。そうだ、ガトーショコラ誰かにあげようかなと思って包んだんだよね。こんな感じです、完成したの。こんな感じになります。あ、スポンジ膨らんでる。安心。よかった。腐ってないかな。でもそう、腐ってないけどちょっと心配なんだよね。15分ぐらいで終わっちゃいますので、コッペ食べたがってた。なんかちょっとでも心配出てきたな。腐ってないかな。腐ってなかったらいいんだけど、腐ってたらなんかちょっとそれでお腹壊されるのも申し訳ないし、壊されるってお腹壊されてしまう。冷蔵庫入れてたんだけど大丈夫かなって思って。
知らない曲だったら絶対新曲だと思う人いるだろうなと思ってSKT の曲あんまり知らないから皆さんが歌う曲全部新曲違うよ言わないもん。たまにこうやって口走っちゃうときは絶対だよ、それ怒られやすいから絶対言わないんだもん。お気は君だもん、うさぎじゃないもん、男の子の子犬だもん、甘いなそば、あ、甘いなそば、うん、うん、よん、ちょっと音程わかんない。大好きだもん、めっちゃ頭の中で肌様が流れてる。せっかちじゃない。あと歌詞が出てきてる頭の中に。付き合ったら損させないみたいなやつ。恥ずかしちゃってキスもしちゃって期待値マーク最高にハッピー絶対忘れないひと夏になるよ。だって私と恋するんだよ。あ、うぬぼれビーチだ。見せていますスポンジが。今あと10分で焼き上がります。海岸線を、いやそれガルル酒だったやつ。海岸線をバスは進む、空は高気圧、これが最後の夏だから
部活のメンバーと思い出作りの合宿、前回にした窓から潮風に乗って、太陽棒が近づいてくる、バスタブルが好きなんだもん。私は結構好きかも。5期生の曲いいですよね、乃木坂の。めっちゃ好きなの。心にもないことめっちゃ好きだな。もう高すぎて歌えないんだよな。バンドエイドも好きなんだけど。夏の恋はフェードアウト、気づかずに消えるのをし、ちゃんと距離割りだって線を引けるに、いつの間にかさよならとか言わないまま、海の上は越されて、毎日会ってたのに、いい顔を切り合って、知らず知らずに2ヶ月会ってなかった、バタエイファーが強い優しく、ワンデーコンタクトが、新曲480回以上聴くと抽選で20名に選抜全員の直筆サイン入り、僕はやっと B2 告知ポスターだって。480回。でもそうだよね、リナの声見つけるなら480回ぐらい聞くの大事だよね。ちゃんと明日配信で答え合わせするからね。リナの声どーこだっつって、分からなかったらお仕置きだよ。配信ブチって切っちゃうよ。聞いたら当たる確率が上がる。めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。それは好き。それは面白すぎる。みんないっぱい聞いてね。でも意外と分かりやすい気がする。なんか自分、まあ、自分は意識してるからかもしれないけど、でもカモミールとかほど自分の声聞こえないとかね。カモミールは本当に自分の声ありますかっていうぐらい聞こえないんだけど、 MV とかもそうだし。なんだけどクラクションぐらいは分かる気がする。あ、クラクションじゃないな、じゃあクラクションは微妙だな。あのなんだっけ、あのフェブラリーぐらいは分かる。フェブラリーぐらい分かりやすくはある気がする。いやカモミールマジで分かんない。本当にカモミール自分の声分かんないの、見つけられなかったの本当に初期の頃なんて。だからみたいな、私こんなに声入らないのと思ってめっちゃショック受けたんだけど、でも意外とフェブラリーとか最近は結構自分の声わかるから、ぜひ見つけてください。でも今の良かったじゃんみたいな、あ、これそれ違うか、それもう一個のカップリングの方か、そう、今の良かったじゃんみたいな、かっこよかったみたいな言ってもらえる、なんかその歌い方とかもそうだし、なんかそういうの言ってもらったかな。
青春の出口はマジでわからんよ、あれ。青春の出口、新しい世界。青春の出口マジで自分が聞いてなさすぎてちょっと踊ったこともないですね、あれ。58分ありがとうございます。じゃあ13位翔さんありがとうございます。12位翔翔ありがとうございます。11位中島優さんありがとうございます。10位ゆうたろうさん、キズスゆうたろうさんありがとうございます。9位トリトンさんありがとうございます。8位チャゲさんありがとうございます。7位元気が一番さんありがとうございます。6位エカさんありがとうございます。5位ゆうきさんありがとうございます。4位カズピさんありがとうございます。わー変わっちゃった、間に合う。13位中島優さんありがとうございます。12位翔さんありがとうございます。11位キズスゆうたろうさんありがとうございます。10位トリトンさんありがとうございます。9位チャゲさんありがとうございます。8位ゆうきさんありがとうございます。7位元気が一番さんありがとうございます。6位カズピさんありがとうございます。5位エカさんありがとうございます。4位長次郎さんありがとうございます。3位スコット、おー何さんだ、ペレグリーノさんありがとうございます。2位タカさんありがとうございます。1位タモちゃんありがとうございます。やばい、2位の人の名前全然読めない、難しい、勉強不足ということでありがとうございました。明日はよりちゃんの生誕祭頑張ります。来る人は楽しみましょう。じゃあバイバイ、おやすみなさーい。2回もありがとうございます。あ、そうだ、イベントも多分達成ありがとう。